ビスホスホネートは、破骨細胞の活動を阻害し、骨の吸収を防ぐ医薬品。骨粗しょう症、変形症骨炎、主要の骨転移、多発性骨髄腫、骨形成不全症、その他骨の脆弱症を特徴とする疾患の予防と治療に用いられる。蛾骨の難治性死や病的骨折という問題点も知られる。ビスホスホネートが最初に開発されたのは、 1865年のドイツであったが、最初に骨代謝の疾患の調査が行われたのは1960年代である。医学以外の用途としては、オレンジ畑での灌溉システムで軟水を作ることなどに使われていた。人体に使われた最初の目的は、骨炎の主要な物質であるハイドロキシアパタイとの溶解を防ぐことで、骨の損失を防ぐことであった。 それが証明されたのは1990年代に入ってからであった。ビスホスホネートの基本骨格すべてのビスホスホネートは PCP 構造を基本骨格とする。この基本骨格で2個のホスホン酸、アニオン元が炭素と共有結合していることがビスホスホネートの名称と薬の作用の由来である。長い方の側差は科学的性質、動作の形式。 ビスホスホネートの薬としての強さを決定する。短い方の側差は主に科学的性質と薬物動態に影響する。ビスホスホネートは蛍光投与、または腸脈内注射によって体内に入る。骨組織に強い神話性を持ち、約50%は骨の表面に取り込まれる。残りは変化せずに腎臓から排出される。骨組織に付着するとビスホスホネートは 破骨細胞に取り込まれる。ビスホスホネートは窒素を含むタイプと含まないタイプの2種類があり、それぞれ異なる作用基準を持つ。第1世代窒素を含まないビスホスホネートは、細胞の中で代謝され、アデノシン酸リン酸末端のピロリン酸構造を、機能しない形の分子に置き換え、細胞のエネルギー代謝の中で ATP を、競合的に阻害する。これにより、 破骨細胞はアポトーシスに至る。このため、骨の減少は遅くなる。エチドロネートは、第1世代ビスホスホネート製剤で、骨、パジェット病でも用いられる。ダイドロネルという商品が知られている。骨なん化症のリスクがあるため、2010年現在は、ほとんど用いられない。アレンドロネートは、第2世代ビスホスホネート製剤である。フォサマックや、 ボナロンといった商品が知られている。錠剤が食道に長く停滞すると食道障害が起こるリスクがあると考えられており、180ml の水とともに内服し、服用後30分は横にならない水以外の飲食や他の薬剤の経口摂取をしないといった条件がある。週1回の投与が一般的である。このような内服時の制約のために、 1> 月1回投与の製剤も開発された。ビバンドロネートは、海外では3ヶ月に1回投与、国内では1ヶ月に1回の投与が認可されている。リセドロネートより高い治療効果を示す。内服薬と注射薬がある。ボンビバとして発売されている。第3世代のリセロドネートは、アレンドロネートと、用法もほぼ同じである。アクトネル、ベネットは骨粗しょう症に用いられる。 インカドロネートやゾレドロネートは悪性腫瘍による高カルシウム血症で用いられる場合が多い。ゾレドロネートは年に1回の投与で効果があるとされている。ミノドロネートは日本で開発されたビスホスホネート製剤であり強い骨吸収抑制効果を持つ。窒素を含むビスホスホネートの骨代謝での活動はメバロン酸系炉内でのファルネシルにン酸。 合成酵素の結合と阻害である。f p p s によるメバロン酸経路の遮断は、ファルネソールとゲラニルゲラニオールという二つの代謝産物の酸性を防ぐ。これらは細胞膜を作るいくつかの小さなタンパク質を結合させる際に必要となる。この現象はプレニル化として知られていて、アサイボータンパク質の輸送に重要である。プレニル化の阻害により、 破骨細胞内の多くのタンパク質に影響を与えている上に、ラス、ロー、ダックの脂質就職の崩壊がビスホスホネートの作用の基礎にあると考えられている。これらのタンパク質は破骨細胞形成、生存、細胞骨格の動体それぞれに影響を与えている。特に細胞骨格はラファルドボーダーを保つ上で重要である。最も問題となる副作用は、 ビスホスホネート系薬剤関連が小杖氏とされていた。大腿骨の否定系骨折などの報告も増えている。ありがとうございます。